皆さんこんにちは、マケです。今日もよろしくお願いします。今日は急遽回します。昨日登板してノーヒット登板してしてないしてない惜しかったけど記憶がしてない。してないですね。してないか。してないして、俺の中ではしてたないや僕もしてたと思う。ああしてたな。まあノーヒット登板失敗して9回まで、ね、ノーヒット登板してて失敗したんですけど、まあ取るつもりなかったんですよ。別に自分のただの記録で、あもう失敗もしてるし別にノーヒットノーランのこのね動画とか撮る予定なかったんですけど、急遽ね撮ることになりまして、登板した次の日に今動画撮ってるんですけど、まあ急遽回した理由については、あの9回、まあ、3対0で勝ってて9回の先頭バッターにヒット打たれて、抑えのピッチャーに変わったんですけど、まあコメントとかでもありましたしニュースでもあったんですけど、まあやっぱ抑えが打たれてしまって、まあ僕の勝ちが消えてしまったと。でまた、あ、僕がまあかわいそうだみたいなというか、まあコメントも結構抑えのピッチャーに対して その残念なコメントが僕のところに届いたりもしてたんで、まあ、これはもう野球だから仕方ないと。抑えが打たれることもあるし、もうこれはねどこのチームにいてもこういうことは起こりうるんで、これに関してはなんかもう皆さんなんか何も言わないでほしいというか、まあもう仕方ない、これが野球だっていうのが一つと、別にこれはね仕方ないと。別にそのピッチャーが打たれたらそのピッチャーに対して、で僕が打たれてもその嫌なコメントが来たりすることもあるし、まあ、そのコメントに関してはまあ仕方ないんですけど、今回その抑えのねロジャースがもう本当に申し訳ないということで僕に対して手紙というかプレゼントをくれて、これがね僕のロッカーに置かれてあったんですよ、ロジャースから健太ってであんまりなくて、まあ日本の時もそうですけど、抑えるピッチャーが打たれてその勝ちが消えてしまったりすると先発ピッチャーにごめんねっていう謝りに行ったりもすることはもちろんあるんですけど、アメリカはあんまり、まあもちろん謝ってきてくれるピッチャーもいるんですけど、別に僕たちも謝ってきてほしいとかっていう思いはなくて、別に抑えが打たれたら仕方ないと僕たちも思ってるし、まあ、ロジャースもそうですし、まあ、僕がカープの時だったら長川さんとか中崎とか抑えやってたんですけど、まあ、長川さんはもう僕より経験のある人だから打たれてももちろん何も思わないですけど、中崎とかはまだ若かったし経験の少ないピッチャーでしたけど、僕はその中崎とかが練習すごい頑張ってるのを知ってたし、真剣に野球に取り組んでるのも知ってたから、ザキが打たれても何も思わなかった。正直ザキで打たれたら仕方ないと思ってたし、今回のロジャースに対してもすごくいいチームメイトだし、すごく真面目ですごく練習もしてるっていう姿を知ってるんで、打たれても正直もう仕方ないと思える選手なんで、本当に何も思ってないとか、昨日終わった後も別にその僕のピッチング内容自体がなくなるわけではないし、チームも最終的に勝ったからチームとしては OK だと思うし、仕方ないんですけど、ロジャースがなんかどうしてもなんていうんだろう、健太にその何か返さないと気が済まないっていうことで、最初はお酒をプレゼントしてくれるって言ってくれたみたいなんですけど、まあ、通訳とか日本人のトレーナーの方が球団にいるんですけど、僕がお酒飲めないっていうので、まあでも通訳とかトレーナーとかとみんなで飲むよみたいな話になったら、いやそれじゃダメだみたいな、健太が直接必要なものじゃないとダメだっていうことで今回なトレーナーの人が言ってくれたのかな、結構いいお店の日本食屋さんがあるんで、そこで高級なお米がオンラインで売ってるんで、それをね今回プレゼントしてくれてまあこれ手紙と一緒にチケット、お米のチケットが入っていて、あのお米と交換できるようになってるんですけど、なんか日本の高級なお米を大量になんか僕にプレゼントしてくれてまあ手紙もちょっと内容読めないというか、ちょっと汚い言葉も入ってるのでできないですけど、まあ昨日最高なピッチング、最高の一日をその壊してしまって申し訳ないみたいな感じの手紙がその抑えのピッチャーから入ってて、それと一緒にプレゼントがロッカーに置かれていたので、まあ僕自身もちょっと嬉しくてというかね、そんなことをしてくれるピッチャーってなかなか少ないと思って、急遽動画でね発表しようかなと思って今日話しました。まあ皆さんもねたくさんコメントしてくれて、ニュースで見てくれて、まあ、僕の SNS とかにもねたくさん嬉しいコメントをしてくれて、ありがたいですし、まあ、ただそのロジャースというか抑えピッチャーに対しての、まあ複雑な気持ちもあると思うんですけど、すごくいい選手ですし、すごく優しいチームメートなので、それをまあ伝えられたらなと思います。